はいどうも、なおちんです。さあ今日もマイクラレジェンズやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はここ攻めたいと思います。ここだね。奉仕の大軍のリーダーですね。あいつが出てきましたので攻めていきましょう。まあここはちょっと攻めにくいんだよね。やっぱこの階段を使って上に登っていかなきゃいけないっていうのが結構嫌いなんだよね。でもこいつがいると結構邪魔されるな。反対側からちょっと攻めましょうかね。正面から行くとあいつがちょっとキャノン砲みたいなの撃ってくるので、ここから攻めちゃいましょうか。 OK。 ここのやつら結構ね火力が高いんで嫌いなんですよね。動きにくいし火力は高いしで、ね、やりにくい。ここでしかもこの大きなゴーレム、始まりのゴーレムたちがこのスロープなかなか登れないですよね。こいつらねスロープ登るの下手なのよ。途中までは来るんだけども、なんか落ちたりとかね、変なところにはまったりとかするので、なんかもうちょっとこう AI をね強化してもらえれば嬉しいんだけども、ここら辺とか、よし、ちょっと HP は低くなってるけども大丈夫でしょう。うわ、いる。ちょっと直接対決しないといけませんね。となると何を出すかちょっと悩むところだな。ちょっと来い。落ちるなよ。いけ。うわー、撃ってきてる。でもまあ仕方ないね。とりあえずあいつをなんとかするっけない。まずここを整地しましょう。よっしゃ、突っ込むぞ。いたちょっと待って、まずは周りの邪魔なところを崩そう。やめてくれ。残り 23OK。 まだ始まりやられるなよ。始まりがやられるとちょっと嫌だぞ。ちょっと待って、下にあいつ、ああもう下にいる。ちょっと待って、巻き戻さないで。もう、ああ、ナイスナイスナイス。ここら辺からなんかコツコツやってくれたのね。いやでもできればちゃんと俺の指示に従ってほしい。来い。あー、なんかやっぱ落ちるんだよね。よし、 OK。 ボスだ。あとちょっと強いやつを連れてきましょう。クリーパーで行くか。クリーパーで一気にやろうか。やれるかどうか分かんないけども、クリーパー10体ぐらい突っ込ませればいけるんじゃない。いけ。あー、いやまあそこそこは減らせるけども、致命傷まではいかないね。意外とタフだぞ。でも大丈夫、このクリーパー作戦でこいつをほふる。いけ。とにかくクリーパーを。いいね。諦めるな。どんどんぶつけろ。よし、やばい。なんか、あ、おわ、そうか、逃げられた。あいつ2回戦いくぞ。待って、まずは周りからだ。周りから、あれ、ゴーレムが一体いない。またか。多分どっか落ちてる。ちょっとゲロ吐くな。よし、あと 63%。 もう少しだね。もう少し。 OK。 でもまだここでは倒しきれないんだよな、確かね。まだだわ。嘘、マジで、もう、ね、作れなくなってる。最悪だ。
これ何かを崩してこなきゃいけないんだよな。うわーマジか。でもまあとりあえずこいつは30% ぐらいまで減らしましょう。 30% ぐらいで多分次に行くよね。これで終わりだ。いけるか。大丈夫ね。お、ここで倒せる？もしや。あ、いや無理だ。クリーパー全部、あ、クリーパー全部やられたわ。あ、いったた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 。いけるいける、ここで倒せるわ。いや逃げられた。うわー最終局面だ。まあいいか。それでは最終局面いってみましょう。あとボスを潰して、終わりだね。もう敵もほぼ湧きません。あ、これ落ちちゃうんじゃない？ボス落ちない？大丈夫？あ、いや俺たちが落ちるのか、雑魚たちが。 OK、 ボス落ちるなよ。なんかここ嫌な場所だな。なぜそんなに端っこにいる？ OKOK、 クリーパーちょっと足らんな。もう少しクリーパーを補充しましょうか。うわうわ、ちょっと待って、一気にやられたな。これクリーパーじゃなくってスケルトンでいくか。うん、ちょっとスケルトンで攻めますかの方が早いような気がする。スケルトンを20体ぐらい連れていけばどうかな。それで倒せない。いくぞ。スケルトンがね、これとにかく火力が高いんだよね。うん、あの対戦をやって思った、スケルトンがえぐい。いけ。おー重いぞ。重いよ。よし、あ、いけるね。うん、なんか変なとこにいない？大丈夫？あ、大丈夫ね。あ、でも一斉射撃してもそこまで思ったほど減らないね。ゴーレムたちがあんまり攻撃してないかな。危ない。でもこれで終わりだ。はい、それでは今日は奉仕のボスを倒してみました。うん、やっぱりね、この地形がめんどくさい。この地形はめんどくさいね。うん、もうちょっとこう AI を強化してゴーレムたちが下にね勝手に落ちないようにしてほしいですね。ここは特についてこないので、ちょっと注意したいところです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。